ランドール・レオ・ジョーンズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、フラトン出身の元野球選手。左投げ右打ち。1972年の MLB ドラフトで、サンディエゴ・パドレスから5巡目で指名され入団。1973年6月16日に、メジャーデビュー。1974年は、リーグワーストの22敗を喫したが、1975年は、 防御率2.24で最優秀防御率を獲得し、球団史上初の20勝を達成。オールスターに初めて選出され、シーズン終了後にはカムバック賞を受賞。サイヤング賞の投票ではトム・シーバーに次ぐ2位に入った。1976年は自身初の開幕投手を務め、オールスター開催までにリーグ新記録となる16勝を挙げた。オールスターでは、 ナリーグの先発投手を務め、3イニングを無失点に、抑え勝ち投手となった。5月17日から6月22日にかけて、クリスティマ・シューソンのリーグ記録に並ぶ68イニング連続、無死球を記録。ジョーンズは、この年祭、ヤング賞を受賞し、22勝40先発、25、関東、315.1イニング274。 ヒアンダはいずれもリーグ一位かつ球団新記録となった。1980年12月15日に、ジョン・パセラとホセ・モレノとのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍。メッツでは1981年が1勝8敗、1982年が7勝10敗と、負け越し、戦力外通告される。翌1983年、ピッツバーグ・パイレーツのスプリングトレーニングに参加したが、 シーズン開幕前の3月27日に戦力外通告され引退した。ジョーンズのパドレス在籍時の背番号35、サンディエゴパドレスの永久欠番2997年指定。2009年9月1日引退後は実業家としてランディ・ジョーンズ・バーベキューを経営し、フルスパドレスの現本拠地ペトコパークにも出展している。実業家の 若手投手の指導も行っており、後にサイヤング賞を受賞するバリージトを新人時代に指導している。1997年、ジョーンズのパドレス在籍時の背番号35が永久欠番に指定され、1999年にはパドレス伝道入りを果たした。ありがとうございます。